皆さんのこさいでございます。で、皆様はこういうライフハックがすんごくすんごく気になると思いますので、だから今日はライフハックもっとやりたいと思います。さて今日は効果は出るんでしょうか。それじゃあ行こう。え、何これ。おい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 お前、おいおい、ちょ待ちょ待ち、もう一回もう一回もう一回、ちょ待ってちょ待って待って、笑ってますやんこの人、笑ってますやん、絶対笑いこらえてるでしょ今。ええー、じゃあファンでスポンジでやる。ああいうスポンジないんで、たわしでやらせていただきます。はい、でたわしにですね、このファンデをオーン、メイク。はい、じゃあ、あれあれ普通にいけんじゃね。え、たわし、たわしたわしでメイクできる。マジ？たわしで普通にメイクできるんですけど。あれ？たわしいいよ、かっこ。やばいっすよ、これ。たわしっすよ、たわし、たわし。たわしマジ神。たわしマジ神。これいいやん。そんじゃ、続きの方やるか。はい。なんだこれ。え？マジかよ。おいおい、いや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 、これは臭そうだな。これは臭。ないわ、ないわ、ないわ、ないわ。今のないわ、気持ち悪い。今のねえわ。じゃあやるか。今確認してみたら、ボンドないんで、この、プレッツでやらせていただきます。このスティックのやつね。まあ、プレッツ、まあ、こんな感じかな。これで、チンしてみたいと思います。まあ、いい感じになったと思うんで、これを塗ります。これを塗って、10分放置だな。え？乾いてね。もうドライやん。もうドライになった。もう乾いた。もう乾いた。ちょっと水入れてみたので、これで多分いけると思います。ああ、so gross, that's so gross, 気持ち悪い。うわ、変な感じが、うわ、口硬っ。硬ってーよ、口が。このまま10分放置したいと思います。ちょうど10分が経ちました。で、このまま外して、口紅は残るのでしょうか。こうだろ？こう。え？あ。あー、これダメなやつじゃん。あー、ダメだ。これはダメ。ダメです。大失敗です。大失敗です。普通のボンドでやらないと、わからん。うわ、キモすぎてさ、もう急いで全部取りました。うわ、ダメ。今のは、うわ、ダメダメ。え、ちょ待って、ちょ待って。え？勘弁してくれよ。これマジで。勘弁してくれよ。クレヨン？クレヨンよ。いや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 、ないや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 。これはない。ない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 。これ 100% ない。これはない。ない、ないから。これはないって、クレヨン、クレヨン唇に塗るなよ。マジ、また唇かよ。マジか。クレヨンないので、だからこのカラーペンシルを、溶かして、その後ワセリンと混ざって、それで唇に塗ってみたいと思います。ちょっと出来上がったと思うんで、じゃあこれを塗ってみたいと思います。百均一家だ。もうダメ。もうトラウマになりそう。もう無理。私はもう無理。もうライフハック、も無理。無理。ああ、何これ。ベビーシャンプー。ベビーシャンプーない。ココナッツオイルもない。ない、ない。はい。プラ、ウォーラー。はい。何これ。え？何？どうした？なんだこれ。何のために使うのこれ。メイク落としなの。What? Can you use it as a make up remover? これをやってみないと、いろいろないんですけど、まあまあまあ、まあやってみよう。ベビーシャンプーないのね、ダイアヌ。ココナッツオイルないので、ワセリンです。
次は普通に水だけ。ワセリンが溶けなくて電子レンジでチンしてみたんですけど、まあ、ディアヌのせいでね、なかなかこう、シトラスな香りがすんごく広がっております。これでね、メイク落としができるから、まあ、どうでしょう。まあ、もうちょっと見てみよう。ええ、ちょっと待って、マジか、え、撮ってね、撮ったやん、普通に、あれ使えるんですけど、そりゃそうでしょ、普通にシャンプーだから、そりゃそうでしょ。ライフハックって超便利だね。超便利。私無理かもしれない。無理かもしれない。トラウマになりそう。まあ、トラウマになりそう。ライフハック止まらないそうだから。まあ、この動画が良かったら高評価と、あと、もっとライフハックが見たい方は、ぜひコメント残しておいてください。そういうことなんで、今日の動画見てくれてありがとうございます。そして、次の動画でお会いしましょう。キーサーでした。バイバイ。あと、Twitch の方で毎週ライブ配信やってるので、気になる方はぜひ下の URL から、飛んでくれ。